バルター・ベリーは、オーストリアのオペラ歌手である。ウィーン音楽大学で、ガロスに指示した後、1949年に、ウィーン国立歌劇場のアンサンブルとなる。1952年、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのオペラ、魔キにおける、パパゲーの役でデビューし、翌1953年からは、ザルツブルク音楽祭のステージにも立つようになる。以降、 ウィーン国立歌劇場のステージには通算で1228回出演し、40以上のプレミア上演に関わっている。1955年にはアルバンベルクのオペラ、ボチックで主役を演じ、国際的に知られるところとなり、1958年には北米デビューも果たす。その後、1960年代以降はベルリン・ミュンヘン・ニューヨーク等の主な歌劇場で活躍した。 1963年には、ウィーン国立歌劇場の宮廷歌手を廃した。同年、ベルリンドイツオペラと共に来日し、日清劇場での落としシリーズとして上演された、フィガロの結婚でフィガロを演じた。1981年からは、ウィーン国立歌劇場を名誉団員。1989年からは、ウィーン国立音楽大学で教鞭をとっていた。 2000年10月、心筋拘束のためウィーン市内で死去。豊かな声量とその表現力からオペラでの活躍が際立っていた。その外にも、リートや宗教曲の録音もいくつかの録音が残されている。オペラでは実に100を超えるレパートリーを誇った。また後年、ハインツ・セドニックと共に、ウィーンの伝統的な歌を歌った録音もある。下記に、 主なレパートリーを上げておく。ありがとうございます。